近くから青ぎ見るソルは、日本の愛知県稲沢市に所在する三菱電機、稲沢製作所構内にあるエレベーター試験等である。2005年12月26日着工。2007年9月26日、竣工地上高173.0メートル。2008年度の日本建築家協会優秀建築船200船に選定されている。 完成時から2009年までは史上最も背の高いエレベーター試験等であった。現在は世界第10位、日本企業が建てたものとしては第3位、日本国内にあるものとしては第2位という位置づけである。ソルという名称には空へ向かって伸びる形と限りない品質追求の思いという2つの意味が込められている。また、地上高の 173.0メートルは地域名の稲沢と数字を語呂合わせした1730に由来している。1964年に設立された三菱電機稲沢製作所の構内に新たに設けられた。総工費は50億円。ショールームや試験設備の付属棟を併設している。地上階は10階建てであるが40階建ての高層ビルに相当する。 塔の外観は、地上部と上部を45度回転させたデザイン。夜間は、高輝度サーチライトでのエッジ部の照射と、最上階での LED カラー照明により、ライトアップされている。登場して以来、稲沢市のランドマークとなっている。しかし、他の多くのエレベーター試験塔と、同様、あくまで実験旨の一種であり、一般利用を想定して建設されてはおらず、従って、 見学など一般への公開は行われていない。ありがとうございます。